じゃあオープンオープンザフォア。キッチンやばいよね、マジでやばいよね。キッチンめっちゃ綺麗なんやけど。温泉最高、やばい、うん、ちょっと案件なのにベロベロ。おはよう、なぎ。今日はリゾート住宅のバカンスさんに来ました。イエーイ。撮影者のアナゴちゃんです。イエーイ。ぎこちないんですよ今日。アナゴちゃんアナゴちゃんが私のマネージャーになってくれることになりましたならんなりませんか。ちょっと考えます。すごい勧誘してるんだけど全然なってくれないんだよね、うん、ちょっと長いよ、もう全然入れへんから家にここ千葉の木更津です。バカンスさんは注文住宅で企画住宅っていうのもやっておられるんですけど、ここはモデルハウスになってます。なんで今日は招待いただけたので楽しんでいこうと思います。こんな感じ、こんな感じです。でかいでかいわ。ねえねえかすみ、はい、見て鳥かわいくない？かわいい、めっちゃかわいいくない鳥歩き方どこ行くねん。あんな感じでね、じゃあ入って行ってもらって、お鳥さんみたいな感じで、はい、行こう。私、マンション派、一軒家派ってよくあるやんか、うんうん、私、割とマンション派っていう気持ちやったんやけど、うん、今ね、ここ見たんですけどね、先に、うんうん、マジで、マジ良すぎて考えてたよな。ちょっと買おうかな。そういくらですかって言ってちょっとガチの値段までね、先に値段聞いたもん。でも、値段が普通の一軒家の値段、よくチラシとか見るけど安いんだよ、ほんと安くて、うん、ちょっとびっくりしました。私、ちょっとさっきかすみに言い過ぎって言われたけど、 奥行くかなと思ってたの。こんだけいい家だから、うんうんうん、普通ないじゃん、うん、だからだけどめっちゃ安いです。はい、リンク貼っておきます。この家はそのいろいろついてるってことだよね。そうだね。これはでもプレミアムだから最、うんうんうん、最高級だけど、ここはプレミアムで最高級で、ここにあるそのいろいろついてて、人工温泉、プール、あとキッチンもすごく綺麗でいっぱいあるんだけど、それを一個一個つけるってなると注文住宅って感じで注文してっていう感じみたいです。はい、私コンセプトは家でバカンスできますよっていうことですよね。ありがとうございます。すいません。そう、家でリゾート地に住んでるかのような感覚が味わえる自宅が建てられる、うん、というコンセプトです、うん、いいよね今の時代ね、はい、いろいろ流行ってますから、はいはい、まあ、行きましょう。じゃあおうち時間ですか、はい、全然入れへん入れへん全然入ろうとせん、全然入れへん入れじゃあオープンオープンザドア。この扉いいよね。ね、扉からもうすごい、扉からどうぞどうぞ。あ、てかさ、かすみさん、これさいいみたいな言ってたやん、こういう電気かわいいみたいな、うんうんうん、こういうのやろ、かわいい、かわいいね。これなんかステンドグラスとかのやつやろ、おしゃれ、そうだね、めっちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれ。でもこれはさ、インテリアとしてなんだよね、うん、こういう風にできるよみたいな。あ、靴脱がな、玄関ないタイプのね、おしゃれなやつね。ガレージあります。あ、2台止めれる、広いね、広い、綺麗やな、マジで綺麗。そしてこちらにガルフ、ガルフができるんですね。ゴルフした、これしていいかな、てかすごくない、ゴルフ画面さ、パッとさ、ゴルフしない人はこれつけなくていいし、ゴルフ好きな人は家でね、できるから、うん、めっちゃいいよね。最高だね。ゴルフ最近行ったんやけどさ、うん、ちょっとマスターしたら、マジでハマった。うん、ハマってはない正直、うん、でもコース行ってないから、うちっぽしか行ってないから、うん、コース気持ちいい、気持ちいいらしいやん、うんうん、行ってない行ってない、コース行きたくて、うん、やっぱ行きたい。え、行ったことある？普通に多分自然で気持ちいいやろな。あ、そう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 、うん、温泉的なね、感じね、温泉的な。そして洗面所綺麗、ね、山井見て、ちょっと見て、この分かる、丸い排水溝じゃなくてここに水流れてくっていう、そう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 、やばい、この水がない、水がない、綺麗、綺麗よね、いや、ほんますごいわ。そしてお風呂、バリキ電気をつけてます。つけます、てか電気も可愛いんだよね、この感じ。あ、分かる分かる、ね、可愛いよね、これも無駄がないよね。ちょっと手近い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 、え、これ可愛くない？うん、可愛いよね、分かる。YouTube 慣れしてきたね。いや、ほんまに YouTube 慣れしてきた。これ床暖だね、うん、床暖、下は床暖、いや、これが床暖。あ、こっち、なんか分かんの？あったかい、ほんとや、ほんまやな、うん、全然分からんかった。すごいね、よく分かったね。白、
真っ白に、お、うわ、うまいな、おお、戻った戻った、白、見て、上上上上、あ、シャワー出ました、エッチなシャワーね、使わんやろ、絶対使う、これ使うけ、なかなか使わないですね、これすごくない、ん、頭乗せるね、ここゴム、ゴム、え、てかゴムなんやけど、え、すごくない、喧嘩した時は、一人はここで寝るっていうね、はい、あー、なるほどね、はい、ごめん、ちょっと考えるまでに時間がかかる、今これは、水風呂なんですよね、うん、お水が、冷たい水が入っていて、なぜかというと、それはなぜなんですか、サウナがあるからです、ここサウナなんですけど、後でね、後で入った時に紹介したいですね、最後まで見てね、最後まで見てね、言っちゃった、言っちゃった、なので、あの、後で紹介します、めっちゃいい、文字広い、うん、文字広いし、後でゆっくりね、いっぱい、いい香り、いっぱい出そうね、うん、いっぱい出そうね、汗を、いくわこれ、いいお尻ですね、高所恐怖症の人、怖いと思う、ほんまに、おしゃれです、犬とかこれ登れるのかな、いや、まあ、犬によるちょっと、じゃあ犬のふりしてもらっていい、いいってねえねえねえ、ここさ、ここさ、サラサラやからさ、うん、靴下滑るん、めっちゃ、うん、いいになる、はい、ありがとうございます、いけた、はい、いい、うん、いけた、な、何が、いけたって何が、トイレいらん、トイレも一応、じゃあ、じゃあトイレも一応、大事なんだよ、トイレは、てか、ここ見て、中庭、そうなんだよね、毎回トイレ行くたんびにこれを見下ろせるっていう、うん、なんか見えるかな、うん、いいな、見えてる見えてる、中庭、木がかっこいい、からの、からの、ここだね、トイレ、自動ライト、これさ、外国人めっちゃさ、すごいびっくりするらしいね、ピーって開くのが、私も綺麗です、トイレもすごいわ、私もびっくり、てかね、天井がね、高いんだよね、ほんまやね、にほんまやね、あ、そう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 、開放感が、天井広いんだよね、なんか規定があるらしいんだけど、広いらしい、そしてこの洗面所がまたね、いいよね、1階にもあるし、2階にもあるよ、そうなんだよ、洗面所、しかも本当にでかい鏡が伝わるかな、やばくない、キッチン、キッチンやばいよね、マジでやばいよね、キッチンめっちゃ綺麗なんやけど、あ、今日ですね、ご飯を出していただきます、なんで、あの、どんなところでご飯食べるかとか、どんなことができるかっていうのも紹介できるので、お楽しみに、いや、ただ楽しみに来ただけの人なんや、え、マジ綺麗、やばい、見て、かっこよ、バーですか、これバーやんな、これはいいよね、マジバー、美味しそう先に料理見てる、めっちゃ美味しそうじゃない、うわ、すごい、赤坂のシェフだよ、あ、そう、今日はなんか、あの、赤坂のシェフを呼んでいただいて、あの、作っていただきました、はい、なのにも4時間の遅刻ということでね、そう、今日4時間遅刻したんですよのシェフがもう怒って帰りました本当に、本当にすいませんでした、申し訳ありません、ここでもう本当に申し訳ございません、4時間遅刻しました、後で土下座してな、マジスタンダードだよね、遅刻、うん、本当勘弁して、ほんまにあかんよね、あかんと思っとるんやん、反省はしとるけど、申し訳ないと思ってるんだけど、ほらね、もうこれ以上言いませんわ、とにかく綺麗だわ、すごいね、あ、今日シャンパン飲めるよ、お酒、お酒、お酒めっちゃ好き、のんべがここにいるんで、一緒に飲もうね、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 めっちゃ綺麗じゃない、このさ、柄良くない、うん、マジでかっこいいんやけど、色もやばいね、本当にかっこいいね、この色、色、色、いいね、いいね、いいという言葉しか出ないわ、綺麗、プロ用の、ね、これさ、料理部用やん、そうそう、え、これってついてるんやんな、うん、すごいね、すごい、うん、ね、収納めっちゃできる、収納めっちゃできる、これは、あ、これも収納やん、すごい、ここも収納、ここも収納で、ここが見せる収納、ここも全部収納できるよ、見て、うわ、めっちゃいい、あー、めっちゃいい、この感じマジでいいわ、ここも収納できる、うわ、いいな、見せない収納、うん、見せない収納が叶う家、これは何、何、わからん、プロのやつやん、あ、食器、あ、食器出ました、食器出ました、じゃあここ入ってもらって綺麗に、綺麗になる、綺麗になりたいですね、ね、もう YouTuber っぽいからやだよね、みんなマジでアホなだけやろ、ただYouTuber っぽいのやわ、ただアホなだけ、
いや、いいな。もちろん魚、なんかいろいろ開けちゃってすみません、本当。このコーナー地味に好きやわ、このコーナー。いや、それいらんって。地味に好き、この。そのコーナー。ここ好きや。で、これでね、閉まるタイプね。あ、ほんまや、すごっ。うちにもあるんやけど、閉まらんよ、これ。どんだけ憎しみを込めてやってもね。なんかあれ思い出した、アイスホッケー。これ。ぴったしー。何が？ね、おもろすぎ。ちょっとしたダンサムライトが。マジで、でも一人用やん、これ。一人用。あそこのドアめっちゃいい。いいね。いいね。いいな。誰か買って。誰か買って。動画の趣旨が変わってくるから。そうやんな。これ何やと思う？何それ？このモニュメント。ゴミ箱？私も思った。分からん。椅子？あ、椅子や。座ってみて。しかもこれさ、ほら、これ、ほら、やばい。うわ、すごっ。しかもこれ建物と関係ないんで。ただのインテリアに。そうそうそう、この会社の人ちょっと連絡もらっていいですか。はい、インテリアもね、やってくれるんじゃない？でもインテリアさ、これ、うん、こういうのでみたいな、全部が洗練されてる。かっこいい、すごいよ、ね、これ。これで映画見たらね、こういう無駄なパネルをここに集結させてるんで、うんうん、ここでカーテンを引いて見えなくすることも可能できますよ。知らんけど、はい、すごいわ。ちょっと悪いとね。ん？何？このね、この大きいテーブルをね、堂々と置いてもなお広いっていうね。確かにね、確かに。ここで優雅に夕食をしたいですよね。全然関係ないけどさ、このさ、これこの下のやつやばい。そう、この何、分厚い。そうなのね、インテリアね。インテリア沈みそう、沈んできそうだよね。広いな、マジでいいな。これも収納ですね。はい、これがセレクトできます。え、待って、ここにエアコンあるって。かっこいい。ここにエアコン。エアコン。ここにエアコン。やば。超カットされてる。あとここ、これが換気扇。うんうん、マジでかっこいいね。いいよね、そのタイプ。私住めっかな、死ぬまでにこういう家。頑張ればいけると思いますね。自分の金で。まあどういう支払い方法ですか、それは。ローンやったり。え、一括。一括はすごいよ、一括で払えたら。はい、ということで、はい、今日の動画はここでます。まだまだあります。あとご飯のところと、お風呂、あ、プールもね。そう、人工温泉と、あとプール。プールはでも明るいうちに行っときますか？ライトがどうなんでしょうか？じゃあプールだけ見ましょうか。ここプール。ちょっと手を離す。静電気来たってびっくりした。気をつけて。めっちゃ危なかった。ね、こけないでね、本当に。うんうんうん。ここ危ないね、でも落ちたら死ぬよね、普通に。普通に頭打って死にます。もうほんと危ない。これ、プール。うわ、プール、うん、プール、すごいんですよ。でもね、温水も出るんだって。うん、本当にこれ深いからね、これカメラ越しでは伝わらないけど、いや、何メートルあるんだろうね、これ。ちょっとほんまに怖いから。そうやな、わかるかな、これ。でも私の身長はあるね。いや、2倍ぐらいあるんじゃない？2倍は言い過ぎや。いや、これめっちゃ深いと思うよ。2倍は、え、縦やろ？縦。え、でも高さやろ、私の身長ぐらい。いやいや、もっとあるって。絶対、いや、絶対やる、絶対やる。足つかんって、これ水入れたら。いやいや、おかしいよ、多分。いやいや、足つかん。え、じゃあ後で聞こう。え、何メートルか。うん、足つかんって、これ入ったら。いや、だから私の身長ぐらいやろ、ここ満タンにしたら。いや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 、ねえ、おかしいわ。ねえ、おかしい。お互い、そんなんさ、自分の身長より2倍あったらダイビングできるって。いや、だからかすみ、さっきすげえと思ってんけど、ガチやん。ないじゃあ後で聞こうな。何センチか。でこう上を見るとお空がね。待って、こっちも綺麗よ、空が。ほら、外からさ。おー、ほんとだ、家が輝けるよ。待って、夜ね、夜映えます。周りの家にマウント取れますよ。私今思ったけど、なんか YouTuber っぽいね、私。 YouTuber みたいなことしてるね。はい、じゃちょっとお料理出してもらったんで、いただきます。シャンパンもめっちゃ綺麗、かっこいい。いただきます。いただきます。メルシー。じゃあ、開けました。おめでとうございます。目線を回して。いやいや、はい、むずむずちょっと上品にね、いただきます。うん、あ、見やすい。いや、ありがたい。あの、ここの社長さん、すごくいい方で、それでね、はい、あの、私の動画もしっかり見てくださって、隅々まで。そうね、いや、本当に選んでくださって、
開けたらバーベキューできるんですよね。これがスタンダードでついてるみたいです。これがね一番の売りだって。これで開けたらバーベキューできる。でここ机とかはこの配置は自分で変えられるから、ここで例えば料理してそのまま焼けるみたいな、なんかバーベキューができるスペースなんですって。それが一番の売りっておっしゃってたんで、まあそれを一番に言っときます。売りですよ、売り売り。もう家でバーベキューとかやばいよな。私さ一回さベランダでさ花火しようと思ったんだけどさ、普通に危ないやん。まあ素人が考えることやね。素人？貧乏人が考えること。貧乏人が考えることだよね、ベランダでさ花火しようっていう。危ないからやめてくださいね。これ人工温泉なんだって全部、この出てるお湯。あー、高っ。温
線と同じ効果がいる。やばくない？なんだっけ、うちみとかリウマチとか全部効くんよ。やばくない？めちゃくちゃよくない？私さ、私水道水のお湯に入りたくないよ。そうなんやったらもう誰に喋りかけてる？かすみなんだけど。じゃあそれやったらもうあのシャンパン、シャンパンじゃないあのそれやったらもうつからなくていいわって思うぐらいに水道水嫌なの。待って、なんかこれ私の感覚なんやけど匂いが水道水じゃない、めっちゃいい匂いするよ。なんか温泉の匂い、温泉の、なんかこれなんていうかな、これクセやろって思うかもしれんけど本当に温泉の匂いする。やばない？この絵、ありがとうかすみ。今お湯でちょっと揺れてるな、ありがとう。こんな感じでなんかシャンパン飲みながらお風呂入る。上が夜空になってる。夜空、夜空、すいません、正直に言います、酔っ払いました。ダメだよ。お酒を飲んだらダメってことが分かった。これやろ、酒は飲んでも飲まれるなってやつやろ。いやでもさ、家良すぎてさ、本当にさ、家のせいにすんな、酔っ払いは。家が良すぎて普通に。これ捨てます、どうせならこの、はい、押してみて。家が良すぎて酔っ払ったよね。案件なのにベロベロ。マジでベロベロ。演技じゃなくてベロベロ。終わってんぜ。本当に。今そんぐらいに気持ちのいいとこやな。楽しいよね。いやマジ楽しい、やばい。バカンス、マジでバカンス気分になる。住みたい住みたい住みたい。私マジで気張りすぎてたら酔えない人やから酔ってるわ。ごめんなさい。すみません。本当にベロベロ。わかった。はい、うん、言ったままサウナ行こうね。サウナがあるの？なんとサウナ。お家にサウナがあります。はい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 、ちゃうね。まあね、たまにサウナがある家はあるけどね、ちっちゃいんですよ。ちっちゃいよね。そう、ちょっと今電球切れてるみたいなんですけど、電球ついたらやばいけど、まあでもこれまあ電球いらんわ。うん、いらんいらんいらんで。めっちゃ明るい。あ、めっちゃあったかい、めっちゃあったかい、めっちゃ暑いわ。めっちゃ暑い、やば、木の香りやばい、やっぱらうわ、木の香りやばい。木の香りやばい。これがなんかロウリュで、これがアロマウォーチュー。ちょっと待って、これ香り嗅いでいいかな。かわいいよ、もう大丈夫よ、あんまり触らないよ。何の香りかわからんさ。でもなんか香りでできるよって、こうやって。いいって何してるの、本当に。ねえ、キスして。ちょっといいって言ってんのにねえ、してくれないやん。しないっしょ、キスを。しないっしょ。なんでしたい、こんな街にいる変なおばさんやん。え、しないんでしょ。有名になるよ、ね、理由聞いてんの、聞いてんだけど、しないんでしょ。しない。だから目つぶって口も閉じろって。うわ、怖いんよ、それ以上に怖いことがないから。しないんでしょ、うん、なんで、理由は、理由は寄ってないから、こっちが。寄ってたらできるの。なんで寄ってなかったらできるの。私だって寄ってなくてもできるもん。いや、できないと思う、それができるよ、普通に嫌がると思う。できるって言ってんだけど。早く履いて。
右足から進んでない。だからできるって言ってんだけど。ねえ、ねえ、ねえ。よかったから早く。分かってないやん。じゃあ後でね。うるさい。もういい。じゃあベッドの中でね。いやもういいよ。そういうの。やらないくせに。やらないし、かすみは。目がでかい人の家とは思えない。やらない。でかさですね、本当に。今日は私は100点ですね。可愛くないね。可愛くない。こうやってしたらちょっと可愛い。こうやってしたら可愛い。うん、何点？98。高っ。天然水。怖い怖い怖い。怖い。なやばい。これ流してくれへん。マジで。かすみさんマネージャーなってくれないよ。流して。なってくれない。カットするよ。流してってこれカットするって言ってんのカットするって言ってんのすいません酔っ払いましたごめんなさいなんかいつも通りだけどじゃあまとめてください楽しかったです小一の感想文いやでもほんまに楽しかったしまあ私これ酔ってるのがねその証拠だよねでなんか他のそうそうそう他の YouTube 見てもらったら分かると思うけど私本当に酔っ払わなくてなんか気張る時とか酔っ払わなくて全然本当に何笑ってんいや誰が酔っ払いで良さを証明すんねんと思ってさそやな何が楽しかったですかご飯かななんかご飯の吹き抜けのリゾート感がすごい、うん、非現実感だった気分がねそうご飯うんぬんっていうより非日常でねそうがめっちゃ良かったでね本当になんかよくかね、アナゴちゃんと沖縄行くけどあ、なんか沖縄行ったみたいな感じ、うん、わかるわかる、本当に楽しかったで、ベロベロでね、お風呂入ってね今すぐ眠りたい、やばいこれが家だったら寝れるからね、本当に、うん、最後まで見てくれてありがとうございました골프 시카이르?